はい、始まりました。グローアップゴルフ横田です。ギョーちゃんです。とりあえず今日は、3ホールの短期決戦。そうだね、今日はじゃあ負けがまた飯にしますか。そうですね、ほんと3ホールなんでもう全部攻めないといけない。そうですね、多分ちょっとマネジメントも変わってくると思うんで、そうですね、もうバンバンバーディーを狙ってくると思うんで、はい、そこへんもどっちかがボギー打ったら。そうだね、ここの3ホールの中の2番ホールとかは、 2つ目のホールは、右が即死すぐ OB のホールとかもあって、まあどうやって攻めようかなと今思ってるんですけどそういうところも多分普段とは違うマネジメントになるんで、その辺も説明しながら。そうですね、結構しびれるホール3ホールなんで。そうだね、池も絡んだり OB もあったりと。とりあえず頑張りましょう。よし、はい、まずじゃあ最初のホール、横田プロ。リスイング、よいしょ、左でした。はい、スタートホール、関亮之介プロです。はい、すごく振ります。もうめちゃめちゃ振るそうです。右から、大丈夫っしょ。ちょっと右っす、ちょっとっていうか右から右、プッシュフェード、プッシュスライス、うん、一番やっちゃダメな方こと。セカンド101ヤード54度持ってます。どうやろう、ちょっとわかんない。お、いいんじゃない、うん、ナイス。はい、2番ホール来ました。ね、すごい右ドッグなんですよこれ。そうだな、ホールで言ったら17番ホールを使ってます。これ俺これね、矢印をつけるか、もう大体この右のこの木の上かな、あのカートが見えると思うんですけど、このカートよりドライバーだと右に打っていかないといけないんですよ。じゃないとこれ正面にドライバーで打っていっちゃうと、僕の飛距離だったら奥のラフで止まるんだけど、あの流星の距離だと完全に突き抜けて OB 行っちゃうんで、ただこの右も、すぐずっと OB なんで、ドライバーで打つんだったらカートとこの木の、この辺りかな、今矢印があるけどこの矢印の間ぐらいの方向に飛ばさないとフェアウェイにはいかないよって感じかな。
だから普段は絶対にドライバーは多分持たないと思うんだけど、今日はドライバー持たないみたいですね、今日も。ごめんなさい、今ドライバーで打つ時の用の解説したんだけど、やっぱ3ホールでもやっぱりこういうところはちゃんと鉄則通りに攻めると、最強の守りにして最強の攻め、これがスプーン。これちなみにあの ピンの G410 のノーマルスマイル、はいはいはい、多分これと僕のドライバーが一緒ぐらいなんじゃないかな。見えない。ギリギリ？ちょっと僕は見失っちゃいました。バンカーかな。入っちゃった。まあミスするならあっちよね。よくないね。はい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 、セカンド地点に来ました。僕4番アイアンで打ちます。ここはちょっとアゲンストなんで、もう右から右エッジから風に乗せてそのままドローでピンの方向帰ってきてくれればな。本来なら左からちょっとフェードで打ちたいんですけど、もうバーディー必須なんで。いいんじゃない？190ヤード。何番？6番。もうちょっとこの辺からのアングルで撮ってみるか。なかなか見れないね、このアングルは。はあ、ナイスショー。ちょっとね、今本当は5で打ちたかったんだけど、うん、5持ってきてなかった。で、6で頑張った。6で頑張った。いってるくない？でもいってるね。ちょっと上げてるからさ、200ぐらいあるでしょ。はい、関プロのバーディパッド、15m ぐらい。15m ぐらいかなですね。遠いっすね。さあ、優勢。これまた10メーターぐらいかな。
惜しい、絶対開いたと思った今。できないと思ったの。はい、ナイスパー。最終ホールパー5、ここはイーグル出るよ。500ヤードぐらいしかないからね。早すぎて見えないんだよ俺。危ねえ、めっちゃ危ない今の。無理やり感、無理やりか。だそうです。オッケー、皆さん見てください、見えるかな、これ僕のボールが、これね、これが多分残り200ぐらい、20ピンまで210とかかな、わかんない。で彼のがないね、ないね、なんとね、あれ、これこれ何ヤード離された、測っている、ここで57だから、まあ、65ヤードぐらい置いてかれた。で、まあグリーンはこれです。もう池越えのちょっとシビアだね、左も手前もずっと池。もうガチガチでピン狙っていきます。乗ったけど、ちょっと手前かな。どうだろう、ちょっと彼のとこ行きます。はい、150ヤード、155ヤード、ピッチングエッジ。うん、すごい、何番手違うこれ。5、6、7、8、9、6番手違う。大人と子供ゴルフ。ちょっとダフった。ダフっちゃった、ね、左足下がりの分だね。惜しい。でもナイスオンだね。グリーン来ました。はい。同じような距離だね。うん、ちょっとね、残念。でも思ったより切れたね。切れるし早い。ねえ。え、俺一瞬入るかなと思って。まあまあシビアだよ。この距離。早いっちゅう。ラインがね、ラインがもう
イスボディ、素晴らしい。イエーイ、分配。ナイスプレーだね、またリセット。お疲れ様でした。ありがとうございました。サンホール短期決戦、はい、結果はね、もうご存知の通り横田プロの圧勝、2アンダー、サンホール2アンダーと僕が1アンダー、2アンダーと1アンダー。僕もチャンスはねあったんですけど、やっぱりもう序盤のあの16番最初のホールのバーディーパットを外したところからもうちょっと厳しい展開になったなって感じです。やっぱり多分まあ初めてよね、サンホールの勝負っていうのは初めてだったんで。そうですね、結構僕らも練習になったし、なんか感覚としては本当優勝争いしてる最後の3ホールみたいな気分で、やっぱりその少ないチャンスをね絶対勝つには逃しちゃダメなんだなと思いました。でもあれだね、いい練習かもしれない3ホール勝負、うんうんうん、やっぱ上がり3ホールって俺すごい大事だと思うから、やっぱ勝てる選手って絶対上がり3ホールで、そうだ、ね、で伸ばしてくるから。いやまた、まあ、状況は違うだろうけど、対決動画にしては2連敗、そうだね、その前のマネジメントのスコアも負けてるんで、まあ、実質3連敗ですね。またこの後も今度は9ホールのまたストロークの勝負動画もこのまま撮ろうかなと思ってるんで、それも見ていただければと思います、はい、それは勝てるように頑張ります、はい、まあ、本当は所属コースで、まあ、惨敗なので正直ちょっと恥ずかしいですけどまあお目返上できるように次の9ホールで、はい、20打差ぐらいつけて勝ちたいと思います。頑張ってください。頑張ってきます。頑張ります。頑張ります。じゃあとりあえず、はい、チャンネル登録と、高評価お願いします。はい、お願いします。コメントもなんかもらえたらすごい嬉しいんで。まあこうした方がいいよとかアドバイスでもなんかこういう方がいいよとか。そんなんじゃダメで。そんなんじゃ勝てるわけねえだろう。はい。あの失敗ぐらいなら受け付けますので。バッキューン。バッキューンですね、今。じゃあ、そういうことで、はい、またじゃあ時間もお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。